ゼロになりました。ゼロになりました。はい、なくなりました。あ、なくなりました。すごい思っただけで重かったの。全然軽い。今日は頭痛ですか。頭痛です。なんかこの辺がゴクッて硬い感じが。いつからですか。今朝ですか。今朝ですか。今朝。たまにそういうのたまにありますね。そう、なんか今日満員電車の時にキューってなってたんで余計悪化したんだ。満員電車の時はそういうの起こりやすい。起こりやすい。こう左右締め付けられる、締め付けられる感じで。はい。昔からですか。そうですね。下向いて左右しちゃったりするとやっぱり適面に出ちゃう。今気になるのは肩がこうなって固まってます、ね。内転してこない。もうすごい緊張します、ね。僕からやられます。すごい重いですね。びっくりですね。痛いですか。ここは曲がらないです。これは何でしょうか。この重さは何でしょうか。何でしょうか。これは電磁波です。電磁波系の重さみたいにします。これは電磁波です。あのピンポイントでアーシングしないと取れない。多分頭頭痛なんで。電磁波の重さ覚えといた方がいいですよ。取ってあげると症状が半減とか全然します、ね。一応言ってもらっていいですか。ドーム検査すると。一応頭は動いてる。側頭骨の方がありますね。重いですね。両外で首には問題なさそうですね。構造的な問題がなければ別にすぐ症状が取れるかもしれない。胸椎一番とかの動きはありますね。まずは電磁波問題を調整した後に見ないといけません。両足揃えた足上げてみてください。はい、足もう一回上げてみてください。だいぶ分かりやすくなりました。で、まあ、取り切れてないけど、一応腕は上がるようになってます。痛みはないです。痛みはないです。まあ、半分ぐらいかな。さらに取れてきた。これ100%じゃないですけど、8割以下が取れてます。外骨の筋結構多いですね。外に行ってどうですか。もう痛みない。全くない。まだ上がり方はおかしいんですけど、全身の緊張がだいぶ取れたんで 100% 取れてないです。普通は今ちょっと落ち着きましたね。落ち着きました、ね。まあ、こっちがめっちゃ軽いですよ。これがなんか神経が何かに影響しているんでしょうね。だいぶ痛いですね。だいぶ痛いですね。エアポッツずっとつけてるみたいな。それですね。エアポッツは結構きますよ。僕1年ぐらい夜寝るとき何やってるんですか。いや、あの、ね、エアポッツってどんどん進化してるじゃないですか。進化してるってことは音質良くなってるんですよ。あとはあのジョイキャンとかも出てるんですよ。で、音質良くなるってことは情報の伝達量が増えてるんですよ。だから電池としては強くなってるんじゃないかな。で、やっぱこの側頭骨付近で反応するんで、もしかしたら関係あるかわかんないです。だいぶ悪いですね。頭の下の方結構今3割ぐらいに落ち着きました。これで今ゼロになります。ゼロになりました。はい、なくなりました。あ、なくなりました。で、そうすると皆さんもう一回先に出したことで、すごい思っただけで重かったの。全然軽い。でこういう症状の人めっちゃ多いんで、これ覚えておくといいです。で、新種焼きを持ってる人は、ね、あのぜひやってください。こういう電磁波系が関連してることは多い。こっちが電磁波持ってても良くないですよね。悪くしちゃいます。そうですね。この中でもしいれば悪くします。エアポッツした人がやると硬くなるか。あ、全然あると思います。影響受けてくると。時間かかるかもしれない。ちなみにエアポッツってノイキャン使ってやってます？やってます。一番良くないです。ノイキャンも周辺の周波数を消す周波数を出してやってるから、僕もノイキャン使うと頭ないから気持ち悪くなる。一番悪いです。わあ。違いますか。あれ違いました。あ、全然違います。全然違う。じゃあエアポッツつけて。はい。それつけた瞬間ノイキャンかかります。かかります。あ、OK です。すぐ食べる。ああ。これですね。これか。いや、本当にいいですね。最初ほどはマシで。はいはい。最初よりはマシです。
最初の重さはないけど、途中で引っかかるんです。めっちゃ恐ろしいじゃないですか、これ。そうです。こういう風にして体が悪くなって症状が出やすくなってる人は恐ろしい。だから新車検持っててもカバーしきれてないんですよ、強すぎて。問題が、僕もこれに数ヶ月前に気づいて優先になりました。優先だったらそんな影響ない。またなんか重くなりますね。重くなってきました、それです。で、これで持ってると多少は良くなるんですよ。多少は軽くなるけどカバーしきれてないです。で、外してもらってエアポッド外してもらってます。ちょっと重くなっちゃったけど、どうもありがとう。上がるようになりましたね。でも今の短時間でもちょっとまた悪くなる。確かに確かに。今って蓄積なんですか？個人の感覚なんですか？科学的なエビデンスも少ないですし、なんかでもその時に瞬時に狂ってる感じですね。だから結構取れるのも早いです、ね、また戻るのも早いですからね。だから毎回調整してあげるんですけど、電磁波系で影響出てる人は治んないんですよ。またこの状態で来るのが1週間です。でももちろん、今頭痛ですけど、他の症状とかっていうのは構造的な問題の上にその電磁波系の問題をそれを助長させたりしてるので、構造的な問題を調整してあげれば症状としては消えていく人ももちろんいますけど、ただこの電磁波の問題を先に調整しないとそこの問題が見えてこなかったりとか、なかなか取りづらかったりするので、ただ最初に調整してあげた方がいいですね。その深い調整をする上で。戻りました。何がこの電磁波の影響を起こしているのかなっていうのをいろいろ患者さんと一緒にヒアリングしながらやっていくといいと思います。まあ、もう優先に変えてもらうと思います。ちょっとノイキャン消してもらっていいですか？多分ノイキャンの機能がすごい強い気がするんですよ。今消しました。消しました。消した状態。ああ、やっぱノイキャンですね。多少重くなりますけど。あ、ノイキャンですね。でもちょっと重くなりました。で、ノイキャンオンにしたと。ノイキャンが結構その電磁波出してるんですよ。ノイキャンです。よく流れてるか流れてないもあると思います。多分流れてたりとか情報量多い方が強いんじゃないかなっていう。ノイキャンも常に外の周波数、同じ電磁波というか音を出して打ち消してるような感じなんで、ノイキャンがこうでかそう。こういうイヤホンとか使ってなければこれだけでもカバーできる。で、僕の患者さんでもいるんですよ。電磁波の影響受けやすい人で、最近また急に悪くなった人がいて、で、なんかしましたって言ったら、エアポッド新しいのにしましたみたいな。やっぱ実験したら同じことが。結構こういう患者さん今増えてるんで、ワイヤレスイヤホンとかは注目してもらいたいと思うし、寝てる時にこうしてる人もいるって治んないんですよ。やってみてください。今日は頭痛があって、こめかみ周り、まあ、横の部分の張りと頭痛が結構ひどい状態でした。朝から？朝からです、ね。施術受けて結構やっていくうちに3割良くなって、5割良くなって、8割良くなってて、で、最終的にはもう全部ない状態、軽い状態にまで回復しました。AirPods ですね。まさかノイズキャンセリングのせいで電磁波の影響を受けて頭痛になってたっていうことがびっくりというか、なかなか原因としてはたどり着けないような意外な原因でした。